こんにちは。今日はこれ姉にプレゼントするファイルなんですけど、こちらはねすごい簡単に作ったファイルなんですけど、紹介していきたいと思います。こちらは確かかなり前ですね、この形のファイルの作り方を紹介するときに作ったファイルです。なのでこの土台だけの作り方は以前の動画で出てると思うんですけど、多分3年前ぐらいに作ったものだと思います。はい。で今回ねこれをねずっと姉がこれでファイルを作ってほしいっても来るたびに言われてて、まあ、今回ねお誕生日なので、はい、これでファイルを作りました。ちっちゃいサイズなのでそんなに物がね入らないんですけど、縦が15センチの、で横が10センチですね。はい。でねこれね本当にもう2時間ぐらいで中のページは作ったぐらい、すごく簡単に作りました。はい。でこの横にはこんな感じで、しかもねこれ引っ掛けてるだけなんです、これまあ姉だからいいやと思って。しかもやっぱりなんだろう、お友達とか販売用とかだとすごい考えるじゃないですか。でも本当に今回は姉だったから何にも考えないでやったらもう本当にね早かったですパッパッパッと作れちゃいました。はい。まず最初のページがこんな感じで、最初このブライスちゃんのペーパーを貼ってたんですよ、この後ろに。ただこのページ作る前に貼ったんで、ここがね全部つなげて1枚のペーパーを貼ってあって、なんかブライスちゃんの顔とかがちょっと切れちゃってたので、はい、今回はまたね付け直しました。中に入ってるものもちっちゃいのでそんなにね入ってないです。シールとかが多いですね。こんな感じでシールのお裾分けと、姉もね意外とこういうのが好きなんですよ。はい。でここにもちっちゃいポッケが入っついていて、でここにもシールですね。はい。でこれ上のポケットとかがない感じのタイプです。でこの中のページに使っているあれですね、ここか、こういう、これマラマさんのペーパーを使ってます。もう最近マラマさんがのペーパー可愛すぎて、もう出るたびになんかこれも欲しいと思っちゃうぐらい。はい。でここにはステッカーですね、ステッカーと、ここもシールと、とにかくポッケがちっちゃかったのであんまり入んなくて、これはセリアさんで買ったこういう紙バッグにこんなチケットとかこういうのを入れてて、これねお友達にいただいたすごい面白いこういう袋入れてます。めちゃめちゃ可愛くないですか、このデザペ。最近本当にマラマさんのしか買ってないでこちらのページが、ここはちょっとね中にコラージュしてあるんですけど、こんな感じで、ここはシール入れちゃってるんですけど、ステッカー、これも簡単なコラージュにこうやって何ていうんですか、ポケットつけただけです。はい。でここにはこういうお花のステッカー入れてて、なんかあんまり考えないと本当サクサク作れますねなんか友達にあげるファイルとかも1ページ作るのに何日もかかるのに、あんまり考えない方がいいんですかね。うん、すごい今回これ本当にページだけだと2時間ぐらいでできました。まあ簡単なポケットしか作ってないんですけど、こんな感じ でここにはステッカーですね、こうやってここが剥がれる感じの、考えすぎちゃうと本当作れなくなっちゃいますよね。ただねやっぱりなんかなんだ、今回は本当に考えなかったです。自分が好きなようにやっただけですね。でこのページがこんな感じで、これもねマラマさんのペーパーです。でメメさんのメモの女の子を貼って、はい、
ここにはねねさんのこのキラキラ光るメモですね、入れていて、ここにはステッカーですね、こういう感じの入れてます。で最後のページです。でここはセリアさんで買ったメッセージカードをくり抜いてトレペ貼っただけのポケットです。これ最近お気に入りのタグ入れてあって、これもセリアさんのこの天使シリーズの切り抜きを貼っただけです。ここも最後この切り抜きを貼って、これは折り紙ですね。ここにもこういう感じのシール入れてます。ちょっとアンティーク系の、はい、とこんな感じで簡単なファイルですでもね、すごい、なんだろう、パパパッと作った割にはなんかやっぱ自分がパパパって作ったからそう、意外と好きなんですよね。あんま考えすぎない方がいいんですかね。はい、こんな感じの、でも表紙は特に何もしてないですね。あんまりすぎると閉まんないんですよ、ここが。はい、こんな感じです。これ姉にあげるやつと、あと姉メモとかも好きなので、そう、なんだ、集めるのが好きなんですよね、あの人。これ以前作ったこの両面シャカシャカ袋にこういう感じの可愛い系のメモと、こういう感じの、なんていうんですかね、ブック型のメモみたいな書いてました。はい、これとあとね、プレゼント、プレゼント、ちょっと今ね、これを簡単にラッピングしようかなと思って。これは名探偵コナンが好きで、そう、それでなんか話に出てきたんですよ、これすごい欲しいみたいな、すごい欲しいんだよねって言ってるそばから、もうフリマで検索したらすぐ出てきて、ほんとだ、すごい、なんかこのキラキラキーホルダーなんですって。キーホルダーでもないか、こういうチャームだったのか。なんかこれ4個セットで売ってたので、4個、コナン君が好きだと思うから多分こういうのは好きだと思う。すごいキラキラ、これも一緒にプレゼントで作ります。でこれをね、今簡単にラッピングしても届けちゃおうかなと思って、なので本当に簡単にラッピングします。ここに入れるだけで。今ね、これポストに見に行ったら、またマラマさんからの手ザペが届いてて、本当にもう最近マラマさん、もう出すもの出すもの全部可愛くて、どうしようって感じ。もうこれ以上増やさないとか言っときながら、またね、買っちゃいましたよね。どれしようかな。めちゃめちゃ可愛くないですか、もう。なんかもう紹介しようと思って、いろんな、最近ペーパー買ったものを全部避けてたんですけど、もうペーパーすごすぎて、ちょっと今回ね、購入品を諦めました。ちょっともうたくさんになっちゃっ、なっちゃったので。どれにしようかな。姉のイメージでと、これかな。そう、だからまた、ちょっといろいろね、購入したんですけど、いろんな方の。本当にちょっと、追いつかなくなっちゃって。やめました。やめましたっていうか、そう、回んなくなっちゃって。この辺のクマちゃんのも、めちゃめちゃ可愛くないですか、もう。本当に全部可愛いんですけど。はい。これをここに、これ入りますもんね。これをここに入れて、本当に簡単な、なんだろう、身内だとこんなにも気楽に。自分でも2時間で作れたから、そう、明日誕生日なんですよ。だからまあ早く仕上げようと思って急いだんですけど、まさかこんなに早くできるとは。
しよう。どうしようかな。もともとあのブライスちゃんの動画ではね、ちっちゃいサイズで紹介してあれを作ったんですけど、そう、もともとね、姉にあげようと思ってたんですけど、全然やる気にならなくてやっとですよ、多分3年ぐらいかかった気がします。3年ぐらい前に作ったやつ、そんな経ってないかな。で、あ、これを貼ればよかった、失敗した。覚えちゃうかな。本当にメタリックなんですね、こういう感じで。で、止めるだけでも本当に簡単なラッピング。こっちの方が買えますね。簡単に作ったファイルでしたが、はい、今回はこんな感じのミニファイルなんですけど、姉に誕生日プレゼントで作りました。はい。最後までご視聴ありがとうございました。